ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。ゆっくり実況のダウンロードから、使う雰囲気をお届けします。アビユーテルっぽいウェブサイトから、下の方へ行き。こちらのページをクリック。別のページに飛んだので、また下の方へ。どれだ?あったこの青色のようなバーをクリックしてダウンロードします。ダウンロード。ゆっくり実況のソフトを起動してみましょう。こんな画面が出てきます。レイヤー0には、MP4 ファイルが貼り付いています。右側のボイスのセリフに文字列を書き込んで、変のボタンを押すと、発音が反映されます。喋る長さは、自動的に調整されます。喋らせたい時刻にスライドさせて、動画とタイミングを合わせます。できましたか？ご視聴ありがとうございました。